よほど追い詰められて土地狂ったか。さっきからうるせえぞ、ぶっ殺すぶっ殺すってよ。実際に相手をやっちまってもうすでに終わってるからだ。ああ、分かったよ兄貴。挟み撃ちだ。娘は生け捕りだからな。この鍵穴、キーが入らないんだ。鍵なんて最初からかかっていないんだ。ここにはないんだ。一刻も早くここを去らねば。六番線、ごめん。おいペッシ、なんでおめえと出会うんだ。なんか妙な感じだ。水飲み場に何かが置いてあった。どうやってかは分からんが、この列車のどこかにいるような気がする。気がするです。ネアポリスからフィレンツェまでの所要時間3時間30分。あ、おい、この壁の下の隙間分かんねえぞ。ビーチボーイ、生き物の気配は2つのはずだったんですぜ。分かったよ兄貴。奴らは娘を抱えている。すると亀はなぜか能力を発現させて。傷の下が見て。本物の部屋ですよこれ。これなら安全に列車に乗ってベネツィアまで行けそうだ。やるんですか。それよりは軽く済む。なんか亀の中の部屋のせいかちょっとムスな。え、なんですか。なんかあったかいのがいいな。ため息出るなこういう庭。はおい、なんか垂れているぞ。は？ちょっと気持ち悪くって、いまいち笑えねえギャグだよ。だからさ、このバナナボロボロなんだってば。もう一遍大きい声で言うね。ベチャラティ！分かってる。スタンド攻撃。何よこれ。ママ、起きて。起きて。だ、嘘。嘘だ。これが俺か。それをしないってことはまだ見つかっていないっていうこと。奴らも必死だ。何だってやるだろうさ。彼女を連れて脱出するには列車を止めねばならない。ものすごいスピードで年を取っていく。ブチャラティ。確かにブチャラティ、時間はものすごく少ないようだ。一刻を争うことなんだぜ。待て、聞くんだ。吹ける吹けないは個人差があるのさ。俺は行くぜ。敵は男と女を。さっきからちょっと熱いと思いませんか。確かにもっともらしい推論だぜ。体を冷やすんだ。みんなの体を氷で冷やすんだ。ミッサ、お前がその氷を持って敵を倒しに行くんだ。俺たちよりも長生きか。俺まで年取っちまったらどうしてくれるんだよな。まったく食らいついたぜ、餌に。敵は二人か。でも針にかかったこいつは誰だ。トリッシュでないことは確かだ。うわ、早い。すごい速さで腕を登ってくる。拳銃使いはグイードミスターだ。この糸を抜かないとヤバい。セックスピストルズ、この針を押さえて止めろ。ギャース、探せ、探すんだ。他の客に当たっちまったらどうすんだよ。ちょい下だ。下を狙え。こっちだ、こっち。野郎だって冷やしてるはずなんだ。あの釣り竿みてえなのもこいつのスタンドだ。逃げろ。終わってんじゃねえ。ミスター、こっちだ。敵本体だ。俺が質問をして2秒以内にお前が答えねえ場合は、てめえのもう一人の仲間はどこにいる。ねえ、助けてほしいんだよ。ただしお前がだ、ミスター。うわ、貴様グレイ
ところだったの。ジカザワには